福島処理水不可解な日本企業社員逮捕など日中関係の緊張はエスカレート。オーストラリア研究機関。オーストラリアの民間研究機関オーストラリア国際問題研究所は今週、日本と中国の長期にわたる歴史問題や領有権をめぐる論争など両国の政治・外交交渉は行き詰まっていると分析。それに加え、福島第一原発の処理水放出や中国駐在の日本人社員がスパイ容疑で不可解な逮捕をされるなど、日中関係の緊張はますますエスカレートしている。オーストラリアの有力シンクタンク、オーストラリア国際問題研究所は、8月に日本が福島第一原子力発電所からの処理水放出を決行したことで、新たな騒動が勃発したと切り出した。処理水放出は国際原子力機関 IAEA によって承認され、科学的根拠をもとに安全であるとされたが、中国政府は IAEA の評価を受け入れず、激しい日本批判を繰り広げている。ただ同研究所は中国や韓国、台湾をはじめ核施設を持つ多くの国が放射性トリチウムを海洋に放出していることは周知の事実だと指摘した。にもかかわらず中国側は太平洋が日本の施設化水道として利用されていると主張。中国政府は食品の安全性の懸念を示し、すべての日本産水産物の輸入を停止。経済的影響と日本の水産物市場の価格下落を招いた。函館税関が19日発表した9月の道内貿易概況によると、道内から中国向けの魚介類、刀鍾製品の輸出額はゼロだった。外交上の争い以外にも中国のソーシャルメディアでの荒らし行為や無数の迷惑電話が日本の政府機関や企業を襲っている。中国共産党系タブロイド環球時報は日本をならず者国家と呼んだ。日本政府は今後も処理水放出を実施するため、同研究所はこの問題は今後もくすぶり続けるとした。そんな中、北京でアステラス製薬の50代の日本人男性社員がスパイ容疑で拘束された事件で、中国当局が男性を正式に逮捕したことが19日分かった。松野博一官房長官は記者会見で男性が10月中旬に逮捕されたことを確認していると述べた。日本政府は早期解放を呼びかけてきたが中国側は応じなかった。そのため中国で邦人の安全確保が難しい現状が改めて浮き彫りになり、日本企業が中国への進出や投資を抑制する影響が出るのは避けられず、日本で中国渡航を自粛する動きが広がることが予想される。中国外務省のモーネー副報道局長は19日の記者会見で、詳細な情報提供を求める質問に対し、中国は法治国家であり、法に基づいて事件を処理すると述べるにとどまった。逮捕された男性は3月の帰国直前に反スパイ法と刑法に違反したとして、国家安全当局に拘束され、北京の収容施設で監視下に置かれた。正式逮捕するかどうか当局が判断する刑事拘留の措置を取ったと中国側は日本政府に9月に伝え、司法手続きが進んでいた。今回の逮捕により男性は今後起訴され裁判が行われるとみられる。そんな状況下、日本は近隣国との関係が近年どの時期よりも戦略的に最も困難で危険であるかを認識しているとオーストラリア国際問題研究所は指摘。北朝鮮やロシアとの関係悪化に加え、力による一方的な現状変更は日本の安全保障に大きな影響を与えることから、台湾に対する中国の動きは特に懸念されている。その一環として、ここ数ヶ月、8月の麻生太郎自民党副総裁の訪台を含め、多くの日本の有力政治家が台湾を訪れている。その中でも麻生氏の戦う覚悟発言など中国抑止への呼びかけは日本が中国の脅威を真剣に受け止めているという
強いシグナルになり、それは日本が防衛予算を大幅に増額し、軍備増強の取り組みにつながっていると同研究所は解説した。一方、中国の王毅外相は19日、日本は台湾問題でたびたび一線を越え、両国関係の政治的基礎を損なっているとし、日本のそうした動きを牽制。また岸田首相は、ウクライナで起きたことが東アジアでも起こり得ること、つまり中国の台湾侵攻の可能性についてたびたび言及してきた。同研究所はこうした展開が中国を激怒させ、関係をさらに悪化させたとしている。同研究所は中国は8月に予定されていた連立与党公明党の山口代表の訪中さえ中止したため、近い将来首脳レベルの会談が行われる余地は残されていない。注目すべきことに公明党は1970年代以来、日中間の重要な対話者だったからだと説明した。中国政府スパイ容疑でアステラス製薬社員を逮捕、改正反スパイ法施行後初の外国人逮捕者。スパイ容疑で中国政府に逮捕された日本のアステラス製薬社員について、日本政府は19日に早期の釈放を要求した。今年7月に中国で改正反スパイ法が施行されて以来、今回外国人がスパイ容疑で逮捕される初めての事例となった。改正された中国の改正反スパイ法は従来以上にスパイ行為の範囲を拡大し、処罰を強化している。条項も曖昧で各国の現地駐在員や在住者からは不当に処罰を受けかねないなど懸念の声が相次いでいた。日本政府の松野博一官房長官は同日の会見で50代の日本人男性が今月中旬に逮捕されたことを確認した。中国側には様々なレベルと機会を通じて早期の釈放を強く求めていると説明した。時事通信は事件を伝える記事で、中国による改正反スパイ法改正案が今年7月に施行されて以来、当局による恣意的な適用への不安が高まっていたと報じた。逮捕された男性は今年3月にスパイ容疑などで中国当局により逮捕され、先月は臨時拘束に相当する刑事拘留最長37日となったが、その後正式な逮捕とよく似た概念の逮捕となったのだ。中国外交部省に相当の毛寧報道官は19日のブリーフィングで、中国は法治国家であり、法律に基づいて事件を処理する。また法律に基づいて当事者の合法的な権利を保護するとしか語らなかった。しかしこの事件について調べた日本政府は男性のスパイ容疑は受け入れ難いとの立場を表明しており、両国関係は急速に悪化している。複数の日本メディアによると、男性が勤務するアステラス製薬は1939年に設立された東京証券取引所上場企業だ。連結売上は1兆3000億円に達し、アメリカ、中国、韓国、ブラジルなど各国に支社を持つ。男性は逮捕された今年3月に駐在期間を終えて帰国する直前だった。朝日新聞は男性について中国支部で20年にわたり駐在した中国通と報じた。医療分野に携わる中国政府関係者とも活発に交流してきたという。男性の容疑について日本メディアの報道には、産業スパイ行為をしたかは断定できないが、中国から医療関係の機密を奪うようなレベルの企業ではないなどの論調が目立つ。日本のビジネス誌プレジデントは、アステラス製薬の主力商品の一つが臓器移植者に投与される免疫抑制剤とした上で、男性は中国国内で行われる不当な臓器移植の現状などについて調べていた際に法律に違反したのではとの見方もあると報じた。また男性は中国の公務員による腐敗容疑に関係したとの推測も語られている。他の国であれば通常スパイ行為とはみなされなかったはずだというのだ。
産経新聞は今回の事件により中国で活動する日本企業の間で懸念が高まるのは避けられないと報じた。19日に北京で開催された日中知識人の会議、東京北京フォーラムでも今回の事件が話題に上ったという。この席である日本人参加者は逮捕された理由さえわからなければ日本企業は不安を抱くしかないと指摘したという。日本経済新聞は中国日本商会が今月公表した事業関係調査の結果を引用し、中国駐在の日本企業の中で今年の投資は昨年よりも減らす、投資しないとの回答がほぼ半分近くになったと報じた。中国で改正反スパイ法の影響を受けるのは日本企業だけではない。今年3月に中国当局から突然北京事務所が捜索され、中国人を含む5人の社員が逮捕されたアメリカの信用調査会社ミンツグループは北京事務所を閉鎖した。イギリスの調査会社リスクアドバイザリーグループも先日香港支社を閉鎖した。アメリカウォールストリートジャーナルなどは改正反スパイ法の影響で外資系企業による中国国内での活動は縮小を続けていると報じた。